さあ、着いたよー。いちこだっけ？先にいるね、二人とも。よし、ここも開けてもらおう。いちこですが、実は回数も混じっているとか。それが地形によるものか、ポケモンによるものかは不明ですが。まあ、ポケモンなんじゃないかな。思っているのはユクシーというポケモン。ユクシーが飛び回ったことで人々に物事を解決する。知恵というものが生まれた。へぇー。そう伝わっていますね。来た。開けてくださーい。あれね。認証する、なんか、なんていうの。よくあるやつ。タッチするやつ。すごい代物ですね。先ほどまでなかった洞窟が現れました。さっきと同じ。テンプレ文。湖のポケモンを守るポケモンがいるでしょう。お気をつけて。はーい。赤外線でも飛んでんのかな。さて何が待ってるんだか。うわー、コキョーン。欲しい。あいつ欲しい。うわあ、こいつは、確かノーマルゴーストだったはずなのよね。じゃあ、ルナくんだな。投げちゃった。来たー。翡翠ゾロワークですか。キョーン。翡翠ゾロワークだ。かっけー。いけるか、ルナくん。いや、でも効果は抜群のはず。レベル高えー。捕まえたいなぁ。シャドウクロはそんな効かない。悪の波動。おらー。あ、やっちゃった。あー、捕まえたかったー。捕まえたかったー。しょうがない。しょうがないね。そういうこともある。まあ、どっかにいるやろ。さすがだな、ドルッピオ。お、ユクシー来る？不思議な気配を感じる。ユクシー？ユクシーって何色だっけ？黄色か。強運。強運。沈め玉ちょうだい。同じ感じですかね。知識を問う。近くに寄ってくれ。はい。クイズ？ミツハニーズバットアンノン。レアコイルサマヨール。彼らの瞳はそれぞれいくつか。順番に並べて答えを。答えを示せ。え？もういけるだろ。クイズか。順番に並べて答えよ。ちょっと待って。もう一回。もう一回教えて。もう一回教えてくれるか。あ、ダメって言われた。いや、忘れたよ。ミツハニーが、6。ズバットが、ズバットって目あったっけ？なくね？ 6、0。アンノンが1、601。ヤコエルが3、サマエルが1。601、31。601、31。答える。601、31。これでどうすか？合ってると思うんだけど。お、合ってる？強運！来たわ。世界を繋ぐために心の一部を授ける。よかった。やっぱズバットって目ないよね。確かね。ユクシーの爪を手に入れた。よっしゃー。ズバットは確か音でなんたらかんたらみたいな感じだった気がする。あと一つ。よし、じゃあさっさと行きましょう。あとは、新事故かな？確か。名前合ってるかな？お。なんか困った顔してる？どうした？ユクシーの爪か。どっか温かみを感じるの。湖のポケモンって不思議よな。なんだか心に訴えてくるというか。ことぶき村が気の臭い感じです。あと一つ急がれた方が良いかも。気な臭い、どういうことなのじゃ。時空の裂け目の向こう、ポケモンの影が見えたとか。
天目さんは調査だけではなく、もしものための討伐隊を組織したとか、胃腸紹介の人が教えてくれました。へぇ。胃腸紹介すごいね。もしもですよ。時空の裂け目から本当にポケモンが現れたら、皆さんどうなることやら。いや、やばいよね。ドルピ、時は急げだ。赤い臭いの材料、あと一つもらい受けに行こうぜ。おーい。エムリットから、もらいましょう。自分も歴史に残る一瞬、最後まで見届けますよ。見てるだけか。よいか、三つの水飲みをめぐり、赤い臭いの材料をいただいたら、霧の遺跡に向かうのじゃぞ。霧の遺跡。霧の遺跡ねー。よいしょー。お、来た来た来た。進化可能になった。いや、これはわかんねえよ。ちょっと調べちゃったんですけど、ハリーセンの進化の方法が、このね、技？この毒針千本って技の力技を20回やる。いや、絶対気づかん、こんなん。よし、ということで20回やったんで、進化させます。よし、たくぞ。進化するとこが来たぞ。いや、お前、なかったな、進化せずに。ずっとその姿で。おぉ、おぉ、うわぁ、いかつ、ハリーマン来たー、いかつ、ハリーマンいかつ、こいつ、うわぁ、すげぇ、ドンパチより弾けてるよ、お前、よーし、よろしくな。よっしゃ、買いましょう。おー、ここが新事故か。いや、なんもないね。こう見るとね。よいしょ。着いたー。こちらの湖、大昔は火山だったそうです。へぇ。火山噴火によって形成された大きなくぼみに水が溜まりできたのが新事故だと言われています。へぇ。そうなんだ。守っているのはエムリットというポケモン。エムリットが飛び回ったことで人々に生きる時の喜び、悲しみというものが生まれた。いや、めっちゃ飛び回ってるイメージあるわ。エムリットだけ、あれだよね。マップ走り回るやつだよね、確かね。来た。赤外線。どういう原理なん、これは。アルセスビーム。来ました。またしても洞窟が。先ほどは驚きで反応できませんでしたが、今のが博士が噂していたアルセウスフォン、素晴らしい。行こうぜ、ダルピー、行こう。コイトさんが言ってましたよ。湖のポケモンと会うには強さを示す必要があると。なんだか物騒な話ですね。なるほど。次の親分は誰なんだ？ちゃんと捕まえたいな。なんとも言えねえ場所よな。あら！ちょっと。ちょっと。今から使おうと思ってるやつ。ドルピ戦え。湖のポケモンによる腕試しだろうぜ。おーい。あら。なるほどね。こいつは、鋼だから地面がいいな。わさびかな。いや、ヌメルゴン、かわいいなぁ、翡翠の。ヌメはぁ。あ、ヌメはぁ。よし、行くぞ、わさび。いや、わさび、かわいい。な。あ、こっち見てる。立てこもる。なにそれ。立てこもった。いや、やるしかねえか。やっちゃうか。しょうがないよね。悪の波動。犠牲者めっちゃ出たけど、結局倒す羽目になってしまった。まあこいつはね、うちの
ネチョリーヌがなるんでね。まあいいでしょう。捕まえなくても。と、さすがだな、ドルピオ。あんたを見ていると、ボールで捕らえたポケモンとも心を通わせられるのがわかるぜ。お、エメリット来る？エメリット。え、なんか静かだね。おー、来た。キャウーン。キャウーンしたね。今度の試練何？エメリットかわいい。あなたの感情を欲する。どうぞ、嫌です。感情を欲する？感情なくしたくないんだけど。まあでもなんか、どうぞにしとくか。とりあえずね。ええで。心と心で会話。さすが心を表すポケモンだな。翡翠の大地に降り立ち、心はどのように動いた？驚いたかな、こん中で言ったらね。いやでもざわついた、とかどれも同じじゃね？どれも同じだな。まあ、驚いたな。いや、ワクワク感がすごかったけどね。ポケモンを仲間とし、共に行動をしてどうだったのか。楽しい。いや、楽しいですよ。金剛のもの、真珠のものと出会い、交わり、何を思った？世界は広い。関さん、頭に手当てどうした？銀河団を追い払われ、大地をさまよい、何を感じた？そんな知ってんの？悔しいなぁ。それはなぁ。悔しい。煉獄さんの言うこともわかるけどね。ちょっとひどかったよね。世界をつなぐために心の一部を授ける。お。ありがとうございます。やったぁ。エメリットの爪？かな？あ、羽か。羽なんだ、エメリットは。オッケー。これで全部揃いましたね。ありがとう。キャウーン。ありがとうな。さらばじゃ。あんた言葉も交わさずにポケモンと話すのってどんな感じだ？不思議なことが起きるものだ。まあ、あんな空がある以上さほどのことでもないのかもな。三つの試練、ドルピアこなしたぞ。よっしゃー。こなしたぜ。アグノムたちも、いつか捕まえられんのかね。捕まえられる気はする。湖をめぐる試練を終えましたね。確かコギトさんの話では、霧の遺跡に向かうのだとか。何が起こるのかわかりませんが、遺跡に向かうことにもワクワクしています。遺跡好きだもんね。霧の遺跡ってどこにあるんだろう。どこここ行ったような行ってないような。めっちゃ伝説のポケモンいる気がする。あの左上のゴリラ何？ゴリラ2体いない？霧の遺跡。霧は境界を曖昧にすると古来より伝えられておりますね。ふむ。自分たち人の世界、ポケモンの世界、そして神話の世界が交わるには、こうした舞台が必要なのでしょうか。とはいえ何をすればいいのやろ。ふう、来てやったぞ。おう。そんな、ここまで来てくれたんだ。見計らったのように姿を現したな。さすが年の功ってか。タイミングいいね。ああ、なかなかにすごいポケモンが、何かと助けてくれるのってな。あ、ケイシーか？あ、ケイシーが運んできてくれた？ふーんでよ、どうやって赤い草にするんだ？知らぬ存ぜぬ。知らんのかい。世界を繋ぐとされる寝具だぞ。人に作れるわけがないだろう。え、誰か作ってくれんの？じゃあどうするんだよ。時間がねえんだよ、時間が。ん？誰？ポケモン？え、誰？あ、みんな来た。こんな、はるばる、沼地まで。お、湖の3匹。こんなとこに来ちゃって、大丈夫？すーげー光っとる。
なんだいそれ。わあ、赤い鎖、できました、なんか。よくわからんけど、できました。ありがとうございます。さぞかったなぁ。さあ、これで、どうするんだろうね。どうするんだろう。話がき、あんま見えないんだよなぁ。私たち一族が守ってきた約束、真実であったか。ふぅ、長年の肩の荷が降りたわ。よかったね。ヨピさん、守備よく言ったようですね。毎回言うじゃん。ですが、世間はまずいことになってますよ。何がだよ。一応紹介の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス、調査を待たずして天眼座に登るようですね。何？マジで？意味がわからねえ。いや、意味わかんねえ。登ったところで裂け目に対する手段など持っていねえよな。ドルピさんが赤い鎖を得たことをご存知ないのですから。そうだよな、赤い鎖があれば大丈夫って教えてやりゃ。電木の旦那もとどまるだろうぜ。電木、何も考えてねえのか、あいつ。あ、ことぶき村、戻れんの？戻っていいのか？こっそりね。あ、テル視点か、これは。テルどうすんの？え、これテル動かす？いや、そんなことないわ。戻ってきた。あれ？どうした？うっかり通したけれど、お前ドルッピだよな。生きていたのか。生きとるで。お前なら大丈夫だと信じていたぞ。ちょっと待ってな。隊長は博士に知らせてくるから。でも、電木、いないよね。ドルッピくん、戻ってきたよ。博士、ドルピのこと心配していたからって泣くなよ。泣いていません。僕は大人ですからね。テル君こそ心配なしすぎで夜も眠れなかったではないですか。どうして言うんだよ。あやとな。ドルピ信じるなよ。あれ、島星隊長は博士と一緒に来るんじゃ？ああ、仕事が山積みで調査体質で待つとのことです。電木団長が不在で大変なのですよ。団長は？はい。電木団長は警備隊と共に天眼山へ。自ら時空の裂け目とその向こうに見えたというポケモンの影を調査するとのことです。俺はいいやつだからな。代わりに門番を買って出たのさ。テルが門番だったら、ねえ、僕も通してくれるよね。とにかく調査体質です。これからについて話しましょう。おーい。まあ、とりあえず、電木が危ないのかな、この感じだとね。お、島星。称賛する。のたれ死にするなとの命令、よく守ったな。いや、いいやつ。隊長のおかげです。理解不能だ。剣士ね。預けてくれたからね。剣士が勝手にやったこと、私としては不便の一言。確認する。有用な情報を得たから、ことぶき村に帰還した。間違いないの？赤い鎖。湖の三匹？赤い鎖？そうなんすよ。ドルピー赤い鎖の説明をした。世界をつなぐという神話の道具。電木団地はことぶき村にいない。何でも物見の警備隊より時空の裂け目、その向こうにポケモンらしき影が見えたとの報告があったのだ。ディアルガーパルキアじゃないの、これもしかして。電木団地は万が一に備え警備隊と共に天眼山、山頂の神殿に向かわれた。いくらボスが強くてもドルピーの力を変えた方がいいのに。調査隊隊長として命令する。お、ドルピ、再び調査隊の一員として天眼座に赴き、赤い鎖にて事態を収めよ。おー、信じてくれてますね。信頼されてる。お、天眼座の頂きで。おー、天眼座が最後の舞台かな、これ。隊長大丈夫ですか？ボスが留守なのに。大丈夫ですか？留守を預ける方が悪い。なるほど。いい性格してんな。僕も行くのです。テルも行く？僕たちは調査隊ですからね。
行くなとは言っていない。いいらしい。よーし。よっしゃ。今回この辺ですかね。じゃあ次回は天眼山へ向かいましょう。いやー、いよいよ佳境だね。ね。よし、じゃあ、お疲れ様でした。チャンネル登録とかコメントとかくれると嬉しいです。お疲れ様でーす。